はい、こんにちは、ゆうきです。今回はグッポルのサーキットセット10周年記念の課題をご紹介したいと思います。記念すべき10周年のセットは、ゲストセッターは村井隆一さんです。はい、村井さんはグッポルでのセットは今回で3回目、自分が来てからだと、2回目になりますかね。以前は何年前ですかね、4年前とかだと思うんですけど、はい、もう相変わらず、もう言わずもがな、めちゃくちゃ強かったですね。今回は村井さんの課題を、7課題ですね、ご紹介したいと思います。本当は8本作ってくださってるんですけど、まあちょっとね、最難課題は3段以上っていうグレードなので、まあとても僕じゃ登りきれないので、今回は7本になってます。これが3級なんですけど、すごいこのボリュームを出前で抑えるムーブが、結構見た目以上に難しい内容になってますね。村井さんには3級以上の課題を作成していただいたんですけど、こちらの、そうですね、そのオーダーといいますか、要望にしっかり応えてくださって、結構こうクラシックな課題が多いですかね。保持系の課題をメインで作成していただきました。この2級なんかもホールドの持ち替えと、保持感がかなりこう、どちらかというとやっぱり岩っぽい課題が多いですかね。こう一つこうバンと確信があるっていうよりかは、割とこうずっと同じぐらいの強度のその内容が続く、いわゆるこうつなげ革新のような課題が多かった印象ですね。はい、ちょっとそういう印象を受けました、僕は。はい、このそうですね、この緑の課題なんかも、これ1級ですかね。もう結構ルーフの中は程よく甘めな保持感で、見た目以上にハードで、最後も結構こう緊張感がある内容でしたね。でもグッポルのお客さんのそのニーズにとても合っていて、今回のサーキットかなり大人気です。はい、これも1級ですね。この反転ムーブがまず面白いのと、まっすぐこう登っていく内容になってるので、なんか登っていて気持ちいいですね。村井さんはそうですね、自分は同世代なので、本当にリスペクトしてるクライマーのお一人だったんですけど、今回インタビューとかも快く引き受けてくれて、すごいこう勉強にもなりましたし、本当かっこいいなと思いましたね。はい、自分もそうですね、自分の目標に向かって頑張っていきたいなと思えるこうモチベーションになる、インタビューだったので、また近々グッポルの YouTube の方で上げたいと思うので、そちらもぜひお楽しみにしてみてください。これが関係者側の最難課題ですね。結構クラシックな感じで、でもグッポルのお客さんは結構こういうの得意な方が多いんで、割と感動してる方は多いと思います。イメージ的には外岩だと2段ぐらいのイメージですかね。はい、でこれが、3D 側の、ナンバリングの最難課題ですね。
この課題はさっきの関係者の災難と比べると結構ポップな内容になってます。個人的にはここのガストンの価値からこう体を引き上げるところが、まあ、一番こう保持とかの強度が高いんじゃないかなと思います。まあ、あとはなんといってもゴールドリーですね。立ち上がってこうトークを決めるというなかなかリスキーなムーブなんですけど、なんかこう分かるとなんかこう気持ちいいと言いますか、まあ、爽快ですよね。またリピートしたいと思います。まあ、これは別アングル、まあ淳之介くんが綺麗に登ってくれたのでそちらもチェックしてみてください。はい、まあ、サーキットは全完登したら金一封もらえるっていうシステムがあるので、ぜひ皆様のトライお待ちしております。はい、最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。